皆さんこんにちは、増田俊夫でございます。日本もアメリカもこの政治がですね、どうもおかしな方向にですね、進んでいるというふうに思われますね。日本の方はですね、森友学園で散々安倍首相はこの追い込まれて、そしてここへ来てですね、家計学園第2の森学園と森友学園と言われる事態が起きてますね。で、前川さんという前の文部事務次官ですが、文部科学省事務次官ですね、事務次官といえばですね、もう官僚のトップ中のトップなんですね。で、この方は、報道されているようにですね、文部省の天下り問題ですね、があったわけですね。で、この責任を取って、辞任をされた方なんですけども、そもそもですね、なんで、あの時に天下り問題なんていうのがですね、持ち上がったのか、誰がこの問題を起こしたのか、そしてですね、その結果、前川さんはですね、辞任に追い込まれたんですが、前川さんの後を受けてですね、事務次官になられた方もいるわけですが、前川さんはどう思われてるか、もう心中察するには迷いありますね。これはもう政治の世界ですから、何の証拠もないことですが、よくあることなんですね。前川さんを追い出すにはどうしたらいいかということを考えたのではないかなということもあるわけですね。そうするとですね、前川さんにしてみると恨み骨髄ですよね。ということになるとですね、今の体制ですね、動機が恨みであってもですね、こんなですね、首相自ら温度を取ってですね、この癒着体制ですね、できないものをできるようにするためにはですね、特区を作って、そこにですね、その獣医学部ですか、を作ればいいということになるわけですね。ですから、安倍首相がこの家計学園の役員をやられた頃からですね、今日までのことを時系列的にずっとこう追っていってですね、家計学院がこの獣医学部をですね、他県に作るという目標があって、それが今日までどういうふうになってきたかということをですね、時間を追ってですね、調べていくと明々白々ですよね。首相官邸にも2回も呼ばれてですね、この前川事務次官2回も呼ばれて、圧力をかけられているわけですよ。で、官邸の方はそんなことはした覚えはないと、当然のことですけども、そう言いますし、言われた方はですね、言われた通りのことを多分言ってるんだろうと思いますけども、文部科学省の今度役員の方行くと知らん存ぜぬで何にもありませんと言ってですね、放かぶりということですね。これはもう政治の世界ですから、当たり前のことって当たり前のことなんですが、察するにですね、かなり前川さんはですね、恨み骨髄だと思いますね。で、本当は動機は恨みなんでしょうけども、恨みだけではいろいろこの暴露をするのがですね、どう言ったらいいんでしょうか軽いものになってしまいますから、やはりこうしたですね、癒着体制を改革したいんだと、そういうことを表へ出してですね、この、いわゆる官僚の この癒着体制ですね、これを改革すると、そうすればこれは国民のための官僚制度、あるいは今日の官僚の癒着体質をですね、改善するということになれば国民の利益ということになるわけですから、これを理由にですね、すれば、これほどの暴露的なことをですね、言っても、ご自分としてはですね、国民のためにやってるんだというふうに自分を納得させることもできるんではないかと思いますね。で、問題はマスコミなんですが、そうであるならですね、この癒着体制、あるいはその官僚のですね、この体質をですね、改善する、これはまあ国民のためになるわけですから、マスコミは大いにですね、この官僚体質の改善と
ということをですね、旗印にして徹底的に安倍内閣を追及するということに、まあ、なればいいんでしょうけども、まあ、実はですね、ご存じの通り、ご覧の通りですね、あまりこの強く追及してませんね。で、もう、文部科学省の知らぬ存ぜぬ、そして、証人喚問、これはもう一切認めないということでですね、まあ、放火ぶり状態ですね。で、それをですね、マスコミはあんまり強く追及しないですね。ということはですね、マスコミもまあ、ここでですね、安倍内閣がひっくり返るというようなことになればですね、これはまあ、ひいては国民の利益にもならないということも多分あるんだろうと思いますね。まあ、多分、それが一番大きいんだろうと思いますけども、そういうことでですね、せっかくの前川さんのこの暴露、これをもってですね、この官僚体質を改善するというところにまではですね、マスコミはやっぱり振り込めない。やはりこの体制をですね、ひっくり返すということはですね、まあ、怖いというのか危険だというのか、ひいては国民のためにならないというふうに、まあ、自分に言い聞かせているのか分かりませんが、まあ、結果的にはそういうことですね。ですから森友学園の時のマスコミの、まあ、態度というか追及の仕方とですね、今回の場合はもうまるで違いますね。今回の場合は、まあ、ある程度もうしょうがないというんでしょうかね、あまり追及しない立場になってますね。森友学園の方は、まあ、かなり追及して、やがて森友学園の理事長はもとより、奥さんから娘さんからですね、多分刑事事件でこのやられるんじゃないでしょうかね。まあ、従業員の数をいい加減な数字を出して6000万も補助金をもらったりですね、まあ、とにかくやってることはもう本当詐欺から始まって詐欺に終わるみたいな、まあ、私別に想像して言ってるわけじゃなくて、発表された事実に基づいて言ってるわけですけども、もう事実を見ればですね、あれはもう完全に犯罪ですよね。ですから、まあ、マスコミの方もその追及の仕方が違うんでしょうけども、今回の場合はですね、なぜ追及しないのかと、これも私の想像ですが、なぜ追及しないのかというと、これ追及すると安倍内閣ひっくり返っちゃうんだと思いますね。まあ、ざっと私なんか時系列で安倍首相が役員になってから今日までの、まあ、分かる限りのことですけども、まあ、我々から見てですね、調べられる範囲っていうのはもう決まってるわけですけど、まあ、客観的な事実としてですね、わかるものだけずっと手繰っていけばですね、これはちょっと、まあ、問題でしょうね。これを、まあ、今までの時系列でずっと起こってきたことを一つ一つ全部明らかにしたら、これは、とてもじゃないけど、安倍内閣は持たないでしょうね。と同じように、まあ、アメリカでもですね、トランプ政権が今危なくなってまして、娘婿のクシナさんがですね、ロシア関係、ロシアゲートじゃないですけども、まあ、ロシアとの秘密ルートを作ろうとしてたとか、トランプさんの弁護士さんがですね、またいろんな、その、関わっていたとか、ロシアとの秘密ルートの、まあ、鍵を握ってるとか、いろんなことが出てきてますけども、こういうことがやはり明らかになるとですね、トランプ政権もまた危ないわけですね。ですからもう、安倍政権と同じ知らぬ存ぜず、そんなのは全部デタラメだ、嘘だと言って真っ向からですね、全部まあ否定してるわけですけども、まあその点は、安倍首相も安倍内閣も同じで、もう知らぬ存ぜず、そんなのデタラメだ、作り話だと、いうことでもう、頭からですね、否定して相手にしないと。ということなんですけども、ということはですね、実は深刻な問題があるということなんですよ。で、深刻な問題がなかったら、承認でも何でもやってくださいと、好きなようにやってください、もう何でもオープンですというのはですね、その本当に何も問題ないからなんですよ。問題がある場合はですね、もう何でもかんでも頭から否定と、知らない存ぜぬと、一切ダメというふうになるということは、これはもういかに深刻な問題があるかということなんですね。まあ、そんなことを、まあ、追求しても国民の利益にならなきゃしょうがないわけですから、まあ、これはこれでいいんでしょうけども、まあ、一つ、まあ、残念なことはですね、まあ、政治家なんですから、やはりですね、
この前川さんと話をつけてですね、取引をしなきゃ嘘ですよね。こんな大騒ぎをするのは国際的にも恥ずかしいことで、やはりトランプさんは実は取引したんですよ。FRB の長官と取引してですね、側近でですね、最も信頼してたフリップさんというですね、まあ私も知ってるんですが、この方をクビにするから、その代わりもう追及はよしてくれということで分かりましたって合意したんですけどね、FRB の長官の方が裏切ってですね、この議会で、このまだ FBI はもっと調査を進めるなんて言ったもんですから、一発で食い切られたわけですが、まあ最近はですね、この審議というんでしょうかね、そういうディールをして取引をしてもですね、平気でこれを裏切るという、まあ時代なんですね。昔はですね、死んでもですね、約束は守ったというのが、まあ、ある意味では政治家だったんですけども、まあ、政治家になるといろんな、この言ってはならないことができますけども、まあ、約束をして言わないと言ったらですね、どこまで行ってもですね、それこそ逮捕されて、長年ですね、牢屋にいられても頑として言わないと、いうのがまあ政治家だったんですが、最近はまあ腰抜けばかりと言ったら怒られますけども、今日約束したら明日はもう裏切るというような時代ですから、まあ困ったもんだと、まあどちらがいいんだかよくわかりませんが、まあこういう時代になったということなんでしょうね。ですからまあ皆さんもですね、まあ政治というものは、まあ皆さん方が日常生活していることと、世界とはですね、またちょっと違うんだということぐらいに思ってですね、まあ娯楽番組でも見てるみたいにですね、まあ今回の事件もですね、以前の森友学園の、まあ、問題もですね、まあ軽い気持ちで見てた方がいいんじゃないでしょうかね。あんまり深刻に考えても始まらないというふうに私は思っております。